久保さん。まあ、やらなきゃ一生上手くならないですね。うーん。だからやることから逃げてたら無理ですね。だやることから逃げるなと。うん。じゃあ会社で働くことから逃げたら、どうやって給料もらうんですか <laughs> うん。バイトに行くことから逃げてどうやって給料もらうんですか嫌なことでもやらないと。 金にはならならいで,すでもやり続ければ、えー、嫌なことでも得意になります。いってらっしゃい。